瀬戸屋チャンネルです。本日はこちらきなこあんさんですね。こちらかき氷専門店なんですが、冬場は、うどんだったり、餅をやってるという話を聞きまして、今回、茨城県神栖市にあります、きなこさん、きなこあんさんを、紹介したいと思います。それでは入っていきたいと思います。営業時間こんな感じです。はい、メニューこんな感じで、これもお餅みたいですね。冬でもかき氷はやってるみたいです。皆さん、ツイッター X か、今 X と、こちらインスタもやってますので、皆さんよろしくお願いします。きなこあんさんですね。はい、住所はこちらになります。ここもはい、美味しそう。これはきなこあんモフル。すごい。でも美味しそう。超美味しそう。これは餅。餅の。ワッフルを切り焼いてる。超美味しそう。モフル。すごくない？超美味しそう。やば。いただきます。うわ、超美味しそう。これアイス。これがアイス？そう。あ、アイスだ。わ、超美味しそう。やば。あれね、周りがパリパリしてる。で、これが餅？そうそう、これがお餅でしたね。美味しそう。すごいじゃん。すごいよ、見て。じゃあちょっと最初アイスと油だけいただきます。はい、うん、美味しい。めっちゃ美味しい。ハクハクして中もっちり、めっちゃ美味しい。これは何？あんこと、あんこ生クリーム。はい、うまっ。餅のワッフルって珍しくない？うん、珍しいよね。いや、めっちゃ美味しい。これあんこでしょ。じゃあ次、あんこと生クリームの口も。はい、もうあったかくて
あったかい。そう。あったかいね。そう、あったかくてアイス乗ってのマジで超最高。合う。いただきます。うまっ。あんこめっちゃ合う。うまっ。うどんですか。そうです。はい。力うん、うちないと力うどん。普通のお餅と違うのは、うん、完全に突き切ってなくて、もち米の粒々が残っているような状態のですね、
なかなかこの辺では珍しいんですけど、うちは、あの皆さん選んでもらって、うん、選べる、提供してます。はい。いいね。ありがとうございます。選べもいいね。パンゴロシー。お上手です、ね。なかなか聞かなくない？パンゴロシーって。うん、粒粒が残った状態。これは半殺し。そう、半殺し。はい、また粒粒が残った状態の動き、半殺し。あ、本当だ。見て、分かった。ああ、本当だ。すげえ。本当だ、すごい。あ、すごいじゃん。まだ残ってる感じだ、美味しそう。いただきます。はい、うん、美味しい。また全然違う。めっちゃ美味しい。すごい、ご飯みたいな感じだ。そう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 、うん、全然初めて食べた、このお餅。美味しい。スープは、うまいいね。やっぱお雑煮いいね。お餅、鶏肉と、うまい、おいしい。雑煮いいよな。雑煮いいね。いや、めっちゃ、だしも超美味しい。めっちゃいいな、これ。お餅、すごいよ。ちょっと、今までね、食べたことない。ちょっと、いい混ぜて。ちょっと、熱いかな、みたいな。うん、やば。冬がいいね、お汁と。やっぱあんこ好きは止まらないね。お餅、お餅、じゃあちょっとお餅を食べてみよう。このお餅の柔らかさ最高だよね。どれくらい取れない、取れない、ごめん、ちょっと切れない。伸ばしたよね。見て見て、超美味しそう。いただきます。おいしい。うん、おいしい。うわ、めっちゃおいしい。いいね、この肉の柔らかさ。あ、汁がおいしい。見て、こんなに伸びるんだよ。あ、切れちゃった。あ、お汁がいいね。はい、12月中なんですけど、はい、シフォンケーキ、シフォンケーキが始まるんですね。を出そうかなと、はいはい、まだこれからいろいろ試作して、はいはい、うん、あの決めていくんですけど、あとはそばがあれですかね。あ、そうですね、そばを、うん、あの力そば、力そばが、はい、12月ぐらいには出る。そうですね、12月中には、はい、上がりました。はい、またその時は、はい、またお邪魔させていただきます。はい、撮影ありがとうございました。 ありがとうございました。茨城県神栖市にあります、きなこあんさん、お餅始めたみたいですんで、どれ食べても本当美味しかったです。なので、ぜひ、皆さんおすすめです。12月に入ると、力そばも始まりますし、
雑煮も、この時期ぴったりですんで、きなこあんさんよろしくお願いします。